じゃあ次、鉄都市武士。はい、この AV やん。あ、そう、 AV 大好きチーム、 AV 大好きチーム、ファンザ大好きチーム、よく覚えてるね、ファンザ大課金中団。ちなみに僕 DMM には7876円、どうでもいいわ。あんま使ってないね、そんな2480円のやつなかなかね、買えないんだよ。プレステージの新着化見ていくんだ、そういうの一番好きなんだから。あの名前だけのやついいよね。もういいよ。え、あの、大丈夫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 、危ない。それ DMM のパーカー？違う、D しかない、 D しかない D しかない、 D しかないよ。 D しか見えねえよ俺。まあ、トシミツさんは本当 AV 特化してますから。トシミツさんのすごいとこはですね、セールを買わないんですよね。あまりにも良ければ買いますけど、セールだから買うってなんないと、うん、あ、それはない、絶対ない。セールだと思って押すことはまずないですね。なるほど、うん、その作品自体にセールとかないんで、やっぱり作品のセールだからといってその落ちることがないんで、うん、いつもやっぱなんだろう、そのまあ適正な定価で。シバイさんはないんですか？僕もちろんあの DMM プレミアム会員を継続してますし、はい、この前1日3本ローリングテンガを消費した感じ。到着です、うん、はい、これまたね、あの中に入るとあーんあーんって声があちこちから聞こえてくるので、そうだっけ、ビデオは持っていけないってことサンプル流れまくってるからね。セール開催中って書いてあるよ、なんか。おおー、じゃあ普通に自分のお金を持っていくか。おじさん出てたな今。ダメだよ、買うんだったらそのお金で買わなきゃダメだからね。え、ダメだよ。なんで？いや今回そういうルール、自分のお金関係ないところで。いや俺もさっきコンビニで迷って違うなと思ってやめたもん。意を決して買うしかないよ。なんだよお前、ファンザの見放題のプラン入ってるから別にいいじゃねえかってばよ。いや様式ビスとしてあのくせえ本買いたいよ。くせえ本、エロ本なんであんな臭いんだろう。ゼルダ正解。ベイさん、イータ大正解。おえええー、すごい大阪か。ファンザ正解。あれあれ、FBI じゃない、うん、アルファベット3文字で新しいの作ろう。FNZ とファンザ。というわけで、僕と哲也としみつは1ヶ月哲学生活になってしまいました。あー、俺らの2月か。本当にうっかりぼーっと携帯見ててファンザに飛んでしまいまして、1本買ってしまいました。ハッとしましたね。3680円の出費です。これは本当にミスですね。なんか僕一応このビオっていう内訳にしてますけど、はあ、これが6680円で、はあはあ、ファンザとサウナイクおいなんでその内訳なの。ファンザとサウナイク、ビオだもんね。あれですよ、あの無敵デビューした元グラビアのこの一応気になっちゃってね。え、あれ、あのショートカットパツパツの目の子。はい。ちょっと後で詳しく聞いてください。ちょっと申し訳ないですけど、もう1本だけ、ね、2480円のやっちゃってんだよ。なんでやるんだよ。だからもう1本だけですごく長く楽しもうと思って、ね、なんでいいやん。300円のセールの作品とかいっぱいあるやん。なんでその最新作ばっか買うと。男じゃないじゃん。いや、セールに食いついた感は。なんかもう毎週何曜日に新作出るか理解しといてすぐ買うのよ。うっしゃー、ギャル締め調子出たみたいな。ギャルにギャルを紹介しますね。じゃあお願いします。うわぁ、しまった、ファンザで今月お金使いすぎた。いつも俺らはあれと、もう一つあのてん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 の二択なんですよね。そうそう。おぉ、えぇ、ちょっとわざとです。わざとです。はい、最低です。システムのミニマムパイパン娘とやばお前、スクショせんでいいわ、これはサンプル抜きタイプの。はい、ってことでした。違う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 、大変だ。びっくりした。あ、どうしたの。あ、手に持ってる。いいの持ってるじゃん。届いたよ、サンプルが。出た、サンプル画像が、サンプル動画が。え、画像動画持ってるのは何なの。それ画像なの。これサンプル画像、サンプルだよね。サンプルで抜くタイプ。違う違うよ。そうなんだ。それはファンズの話じゃねえかよ。いや違う、ちゃんと買うから俺全部。ちゃんと編集してますから、なんかエロ動画とか見てないですか。うん、しっかりみんなファイナルカット開いてますよ。本当ですか。一応見に行こうかな。夢丸さんは、あー、ファイナルカットでね、そうあれやってますね。あ、はい。哲也さんはなんかのサムネイルを作っている。ファンズだな。ファンズ開いてんな。こっち来るっていうか、慌てて知らないんだから。お前はおって検索すんな。無修正美少女たちのおこどさくりまとめ。どさくりじゃねえ、いじりだよ。あれあれ、あ、めっちゃミスった。ランキングもう取った。第2位ランキングが出てくるんじゃないのこれ。どういうミス。28歳になっても
っこりおっぱいが好き。それはそう。まあまあまあ、それは間違いないです。やっぱりサムネイル、やっぱおっぱいが綺麗かどうかめっちゃ見ちゃいます。でも知らん、虫眼鏡の電話番号がバレた。そう、なんか僕ん家とかっていうかみんなもそうだけどさ、固定電話ないじゃん、うん、だからありとあらゆるものを電話番号で登録してるから。ありとあらゆるものだぞ、うん、数えきれんくない？いや、ほんと数えきれん。何？全部だ。だってファンザとか大丈夫？やばい。いや、それはまだいい。なんかファンザ大丈夫だよ、ちゃんとメールアドレスとあのあれだけが、パスワードだけ。パスワード危ねえ。じゃあファンザ大丈夫なの？まあ、向こう大丈夫だ。これは、なんだっけ、ゲームなんだっけ。そうそうそう、スターウォーズとかもあるよね、確かこれ。これは、ここにカチョンってスマホをはめて、なんかファンザの VR の動画を見るとかではないですか。普通にエロサイトで見ます。あ、エロサイトが見えるのか。ネットかな、やっぱり俺。ネットに繋いで、普通にエロサイトの VR を見るの。年間にいくらとしてる。でもね、僕はね、このファンザの VR は買って後悔してるまである。ちょっと、エロサイトはね、これ分かる。こう、カシャッ出して、こうね、いい感じに蹴ってはめて、カシャッと戻して、こうやって、かけるやん。ほんでさ、ちょっとさ、俺がやべえ、学ぼうになったら、カシャッと外す。ビヤーってなっててさ、逆に近すぎて近すぎて、超変伸びちゃってね。キャーッ。やめて。そうだな。ギリ文句言えないんですよ、このね、トークテーマに関して。このトークテーマはね、マジサブチャンネル撮れるもん。ちなみにそれ、Netflix とか YouTube とか見れるっていうふうにおっしゃいましたけど、DMM 動画の方が見れるんですか？あ、非常に重要だと思います。今、ファンザって名前変わりまして。あ、すいません。ファンザって名前に変わりまして。安心してください。手続きは一切ないんで。一切不要ですって。下にリンク貼っときます。いや、安心してください。そう、確かそれ大事ですね。それ気になります、私。非常に気になるんです。僕はプレミアム会員です。全ての作品が見放題です。素晴らしい。素晴らしい。いやそれどうなんですか、哲也さん。 DMM はないんですけど、携帯からでこう、あ、できるんですか？携帯との連動みたいな感じでやれば多分見れると思いますね。それでかいんじゃないですか。つまりその Bluetooth でお気に入りの携帯に保存してあるお気に入りの動画を Bluetooth でやって飛ばしてしこれるとですね。つまりですよ、この DMM のアプリを持っていればこれキャストで選べてスクリーンで見れるってことですよね。それはこれでこれ見れれば、あら、このアプリで見ればみんな持ってる。購入済みからバーンってこうやって。ああ、購入動画。購入済み。だったらプレミアム会員になれ。いいんですか？いいですよ。確かにプレミアム会員さ、なんか。別に負けてる負けてる。ね、やっぱ携帯でなんかダウンロードさ、このなんだっけ、その場でなんだっけ。ストリーミングダウンロードあるじゃん。でもダウンロードしちゃうとすごい画質とかだからさ、結構パンパンになっちゃうじゃん、これが。まあそう、確かにね、うん、だからだね、ストリーミングで見なきゃいけなくてさ、大変だからさ、うん、月額会員がいいんじゃないかと僕は思ってるよね。どうですか、月額会員が本当にいいですよ。全部の中から、あ、購入の場合は、あ、これだって言って覚悟を決めてやるじゃないですか、うん、はい、ちょい身ができるんで。あ、こっちだ、すごいな。あ、そっかそっか、うん、そっか、買わなくていいんだ、月額会員だから。そうなんですよ。え、だいたい AV ってチャプター2くらいかもしれないじゃないですか。そこだけ抜き出して見れることができるし。え、月額いくらですか？1万2000円。本当に？嘘でしょ。あっけ。月額1万。めっちゃ高かった気がするんだよ。そんなに高い。おもろ。めちゃくちゃ高い。めっちゃ高いじゃん。めっちゃおもろいじゃん。ええ。結構高いんだよ。マジ？まあ、でもちょっとあんまり合ってるか分かんないですけど、だと違ったとしても確かね、8000円はしたと思う。マジか。へえ。どうですか、りょうさん、どうですかこれ。8000円か、まあありっちゃりだな。でもうんですよね。うん、正直ありですよね。そんな大体とかそんな一喜一憂する必要はもうあなた全くなくなります。どういうことですか。お前めっちゃ満たされてるんだ、プレミアム会員で。せーので、ほうほうほう、哲也さんということですね。哲也さん、ちなみに画像何がありました？僕はですね、えファンザの購入確定ボタンの。でもなんか、前驚いたのは、サンプルを流してて、それこそ、止めたとピッてさ、やるとさ、シューって消えちゃう、ウィンドウなくなるじゃん。なんか、それこそ消したはずなのに、続きが音声流れて、あ、そう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 、何をしても止まんないの。あ、恐ろしすぎ。サンプルが止まんないんだよ。え、怖っ。おい、流れっぱなしじゃねえかよ。止まらない、エロが止まらない。止まることを知らないエロ。急に快速特急みたいなの、ずっとシュンって一っぱなしになっちゃう。へぇー、豊橋まで止まりません、なんだ。そう、もう止まりませんっつって。だからもう、消すしかないんだよね。うん、違うの開いても、なんかインタビューしてるから。結構最初の方でじゃあシュッてやってるね。じゃあめっちゃくだらんこともあるし、茶色くなってきた。
チャーシューがファンザちょっと広くなってるね。ファンザはファンザ、ファンザってあるよ。ファンザは直樹って、じゃあファンザーなのか、それお前、まあ、B 級は A 級じゃん。ファンザーなのか、ファンザーなのか、ファンザーなのか、なんていうの、ファンザーなのか、なんだろうね、なんていうんだろう、ファンザーなのか、なんていうんだろう。抜かれたら、抜かれたって抜き返す。クソじゃないの、クソみたいなクソみたいな。あー、これもね、もうすごかったですよ、ファンザハウスとコラボ。これはね、すごかった。ここに入ってくるんだ、年表に入るぐらいだ。これ、そう、そんなにすごかったの。これすごかったですよ。後半だからもうちょっと話していいけど、やば、でも話さんどくから見てくれ。なんか逆にここで言うことはない、見てもらえればもうそれでいいって。翔士さんに見られても何にも恥ずかしないけど、ここに見られるのだけは恥ずかしい。わー、見ないとな。マジで虫眼鏡史上一番噛んでた。そんな童貞ムーブだった。あ、なんだったんだ。僕たちを童貞にしてくる魔法を。そうなんだ、すごいよ、ね、皆さんぜひ、あの概要欄絶対貼らないんで、ぜひ見ないでくださいね。フェイチャンネルとかないのにね。そう、ない。そっか。DMM。ノーペン Wi-Fi でね。はい、DMM じゃないですかね。ファンザ。名称変わりましたからね。ファンザのさ、月額8000円も買いに。いや、いいんだよ。8000円で入った。え、あれよくないよ。そう。で、入って、さ、パーッと見るじゃんか。え、プレステージプレミアムないと思って。俺、1時間で、いや、30分以内だな。大会した。早っ。早っ。プレミアムいいか。俺もね、ハマってないよね、全然。月額プレミアム会でしょ。月額、そう、月額プレミアム会で、結局ね、そう、改善してほしいですね。飽きちゃった。一旦入っとくと意外といいんだよ。その、なんか、買うときっていちいちちょっとさ、気持ち入る。いや、ちょっとそこは、ちょっと性に合わなかった。壮大なサンプルだと思うよ。マジかよ。ごめん。違う、危ねえ危ねえ危ねえ。めちゃくちゃさ、雑なバイキングだ。違う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 、やめて。え、今どっち話してた、今どっち話してた、今続けてたよ。それはプレミアム会員の話。あ、違う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 、紙休みの話。あ、違う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